今ラップ6の湖の反対側に入ってきました。まあここもこうアップダウンが非常にあるパートですけれども、まあ、さっきあの2キロの上がりでかなりペースがガクッと落ちましたけれども、結構その、まあ、今ゆっこさんの希望で直前は引かないでほしいと、単走で走れるような状態で車の後ろについて風を避けるような走りはしたくないということだったんで、まあ非常に距離を取りながら車で前走ってますけれども、まあなんかこう見てましても、まあ、こういうこう上がりあるいは下りのアップダウンのコースは非常に彼女は強いんですよね。まあ、昨日もお話した通り、こういうこうまたここからぐっと上がるんですけれども、この上がるようなとこでも2キロの上りであれだけ垂れたのに今も腰上げてますけれども、ここ踏む力があるんですよね。こっからまた下っていってまた登るんですけれども、まあこう今ラップ6の最終に入ってますけれども、まあ決してその2キロ のあの上がりを見る限りまた腰を上げてダッシュしてますけれども、あれだけ普通垂れちゃうとこういうアップダウンのところのアップのところですね、上がりのところで腰を上げるってなかなかできないこと、まあ僕の感覚だと普通なかなか足来ちゃっててできないと思うんですけれども、まあ彼女の場合それができるんですよね。まあここも上がってるんですけど、今また腰上げてますね。まあ非常にこうタフだなと思いますね。ここはインガーをちょっと外さないと危ないとこです。まあ全然こうあれだけ垂れてもコンセントレーションは失ってないっていう感じですね。今ずっと下ってこっからスピードが乗る右回りです。全然これギア上げてますね。走りからしてもギア上げてる走りです。まああれですね、大したもんだなと思いますよね。垂れてからでもまあまあ上がりで踏めていけるっていうのはなかなか大したもんだと思います。今度ここの右の曲がりから最後に近いところの上がり、これですね。このポイント、最後のダウンヒルに向けて一番ちょっと厄介な上がりですけれども、まあここでもあれですね、もう腰上げて加速してきてますからね、近づいてきてますよね。これ今30キロぐらい出てますけど、いやいやいや、まあこれは何でしょうかね、期待できるのかなというふうに思ってしまったりもいたしますね。はい。